今日は SJ の紹介です。はい、はい、物流の役割のバリエーション、はい、まあ、物流というか平坦というか、うん、はい、全てのガーディアン SJ は物流的な知識を共通に持っていますが、彼らは物流的な役割の種類に関してはかなり異なると。一般的にガーディアン SJ タイプは管理者、はい、または保存者という役割を担うことに興味を持っており、うん、これらは4つの物流的なバリエーション、すなわち監督者 ESTJ、 スーパーバイザーって言った方が今の日本だと分かりやすいんですかね、うん、検査官 ISTJ、はい、っていうのが監督者、これ多分表で言うと上の方ですね、うん、はい、で提供者、これがプロバイダーの ESFJ および保護者の ISFJ、はい、これはプロテクターですね、うん、保護者に分化しますと、分かれますと。すべてのガーディアンは本質的には、守護者、はい、伝統とか、はい、ルールとかを守る人、うんうん、ですが彼らのそのガーディアン守護者としての役割はかなり異なりますっていう一覧の表がこちらですと、はい、ESTJ から結ばれるものは、うん、エンフォーシングって読むんですかね、うん、実施施工の人、はい、でこの同じ島、このある ISTJ はインスペクター検査官監視員で結ばれるものが、認証中という訳なんですけど、はい、英語で読むとサーティファイリングっていうんですかね。で、まあ、ここと島というのが、まあ、検査とか、はい、アドミニストレーターとあったので、うん、このアドミニストレーター、はい、下がコンサバイバーといって、はい、保存修復課、はい、管理者とあって、はい、この辺の色の違いって見えます？アドミニストレーターってイメージするのは、僕はパソコン得意なので、はい、Windows の一番上の権限がアドミニストレーターなんですよ。なるほど、はい、スーパーユーザー、はい、なるほど。でこの人の役割というのが規制するんだと、はい、で下のコンサバイバーの人たちはどちらかというと支える、はい、なるほど、うんうん、規制する人、はいはい、と支える人、すべての権限を持ってるってイメージですよね、アドミニストレーター、僕のイメージでは。なるほど、はい、だパソコンの中のすべての設定を触れるみたいな。なるほど、どちらかというと、はい、攻めな感じですか？攻めな感じ、要は何て言うんだろう、まあ、初めにルール決めて守ってよっていう人、はい、で下の人たちは後から守りますよ、サポートしますよ、困ってる人いたら守りますよ、守りますよっていう感じなんですかね、はい、確かに ESTJ と ISTJ が、はい、その決める人たち、ルール的に守りますよって話じゃないですかと、はい、下の ESFJ と ISFJ は支えますと、はい、うん、っていうわけが見えますね。だからもうこの行政官と保護者みたいな感じじゃないですか。なるほど、はい、イベント運営とか組織運営好きですよねと。この本にもありましたが、はい、CEO とか、はいはい、偉いところには、うん、だいたい SJ がいるって書いてありました、はい、いないと成り立たないんじゃないですか、勝手なことをしだすみたいな。そうなんですよね、はい、ローカルルールやマナー論作るタイプかなと、うん、何事にもルールが必要だ、うん、上の人は特にしそうですよね。なんか下の人は約束守ってよじゃないですか。約束したでしょみたいな。あ、もうなんか僕にはちょっと、はい、それを全部同じ色に見えるんですよ。まあ法律ですよ上は。ああ、はい、ちょっと硬くなりましたね。硬くなる感じ、はいはいはい、うん、でまずは管理者、上の人たちの説明。物流の管理者、ロジスティカルアドミニストレーターズとあります、うん、この上はですねタフマインドガーディアンだと、うん、特に管理者という役割に興味を持っており、彼らは
パフォーマンスの標準に基づいて彼らの担当する手続きや製品を規制する傾向がありますと。これらの管理者は指導的なガーディアンであり、彼らの指導的なガーディアン、はい、彼らの第一の本能は指揮を取って他の人に何をすべきかを指示することだと、うん、管理者の機能を表すためにいくつかの用語が使用されることがあります、うん、船長、指揮官、指揮者、監督、幹部、知事および監督官などがあると。アドミニストレーターは基本的に2つの方法で厳格な組織を運営します。それは表現豊かな監督者と控えめな監査官で行動することだと。まずはスーパーバイザーなので ESTJ ですね。この監督官は標準の運用手段を強制し、人々のパフォーマンスに自ら目を光らせつつ、うん、彼らの活動を規制する規則に目を光らせますと。彼らは合意された手順と行動基準によって行動し、それに従わない場合は合意された結果に直面することを確認します、うん、要はこういうことになるよっていうことを言うのか、うん、ちゃんとやりなさいって、まあ、そういうことを言うんでしょうね、うん、はい。まあ、組織のためにじゃないですか。自らの組織のために、自らの、まあ、はい、自分が所属している組織のために。まあ、それもありますよね、うん、でこれらの表現豊かな監督者はあなたがどのように知ってるかを知らせてくれますっていうのは、まあ、これ英語なので、はい、汲み取ると注意をしてくるってことですかね。あなたこれやりなさいじゃないですか。なるほど。組織で自分がもう先頭に立って、あなたこれやる人、あなたこれやる人ってこう仕切っていく人じゃないですか。当然間違ってるようも言いますよね。あなたは間違ってるようもまあ言うとは思いますけど、ルールがありますもんね、はいはい、でもこれこうするのがあなたの仕事はもうこれみたいな感じじゃないですか。俺その組織無理だよ俺でもまあそういう人が上司って話じゃないですか。なるほど、はい、でそれをきっちりやる人みたいな感じじゃないですか。きっちりは無理だよな。きっちりした上司。なるほど。彼らの仕事は他人の業務を気にかけることであり、うん、生まれながらの上司ですね。上司彼らが行うことを監視し、うん、場所を監視し、作業エリアを制御し、はい、オペレーションを指揮し、はい、紛争を仲介し、はい、規則と規制を遵守することを確実に行いますと、はいはい、だからトラブルとか起こったとしてもそこはこの人の仕事だからあなたが口出しちゃダメとか言ってっていう感じじゃないですか。もう全部ルールでここまではあなたの仕事でしょみたいなっていうイメージですよね。無理な感じがしてきました、うん、はい、遊びは欲しいじゃない。遊びっていうのは、はい、アクセルに今遊びってあるじゃないですか、はいはいはい、遊びは欲しいですよね。遊びもルール化しそうじゃないですか。あなたの遊びはそこまでみたいな。なるほど、はい、休憩時間ちゃんとあるよねみたいな。なるほど、はい、でこれが今スーパーバイザー、はいはいはい、ESTJ です、うん、でインスペクター、はい、それと対象に検査官、はい、ISTJ はしばしば舞台裏で働き、製品やアカウントに密着して調査を行いますと。農家の作物、製造業者の商品、企業の帳簿、輸入業者の出荷など、あらゆる単位が適切に制御され、法的基準からの逸脱が見逃されないように虫眼鏡で詳細に調査します、うん、監査官の閉鎖的な役割についてはいくつかの表現があります。評価者、監査人、チェッカー、検査官、審判、テスター、測量者などがこの規則違反に注意を払ってます、うん、なんかものですかね。仕事の結果を監視してるみたいな感じですかね。上はなんかもうちょっと人を監視してそうじゃないですか、はい、この下の人はこう仕事内容に関して、この人仕事のミスが多いみたいなとか、まあ、はい、ちゃんとやってるのかみたいな。あともうそういうもののチェックとかもするんでしょうね。物のチェックとか、だからこう経理で数字見たりとか、放棄とか、はい、
だからあの人ちゃんとやってないみたいな、これちゃんとやるルールになってるのにこのこれが抜けてますよって、よくあのあよくというか、はい、二等兵 ISTJ じゃないかっていう説が、はい、を唱えてくれる方がいらっしゃって、はいはい、いらっしゃるんですけども、はい、これを見ると僕はないですねはい、はい、ここにはちょっとイメージできない、イメージが全くできなかったです、はい、いやむしろでも仕事で与えられればやるのかな、仕事で与えられればどのタイプの人でもやるとは思うんですよ、これを素でやる人ですよ ね、あタイプってそういうもんか、はい、仕事で与えられれば、まあ、ある程度の人は仕事なのでやると思うんですよ、あだとやっぱり僕はこの細かさは、はい、でこれを進んでやる人ですよね、ナチュラルボーンですもんね、はい、そうやって行動しちゃうってことですね、そうやって行動しちゃうってことだと思うんで、うーん皆さんいかがでしょうかと、はい、あやさんごきげんよう、ごきげんよう、ローカルルールやマナーを極めるとラーメンはすすれとか焼き鳥は直接かぶりつけとか繁盛式になりますねと美味しく食べればいいじゃないですかね、はい、っていう話ですよね、そういうのを言いたがるやりたがるって話じゃないですか、鍋奉行ですか、はい、鍋奉行とか、なるほど、はい